こう、つなくて間違えました。おはようございます。仰 天なです。ちょっと眠かったりもするよね。よし。なんだろうね。なんかみんなあるかい？いいなあね。ちょっと待って、坂まつげがさ、絶対目に入ってんだよな、めっちゃ痛い。まあ、よくあるよね。みんなは、なんかあるかい？みんな仕事か、この時間ね。もう、ゆいなもさ、ちょっとなんか、なんだろう、話の、ネタがなさすぎて申し訳ないんだけどさ、いや本気で何喋ろう。 マジで何しゃべろう。失礼、あくび沸かしてほんとごめんね。ちょっと止まらないんだよね、あくびが。 ちょっとあくびがね、ちょっと止まらないんだよね。申し訳ない、あくびばっか出てるわ。十分止まらないんだよ、あくびが。うん、眠いんだわ、きっと。いや、知らんけど。かわいい、だって。カムサハムニダー。顔が好きだから無言でも良いだって。ああ、ちょっと今日すっぴんだから何とも言えんな。おメイクしてたらね、ありがとうって言ってんねんけど。ちょっとすっぴんは恥ずかしい。
まあでもそれでもね、光らしてるからまだいけるわ。こう日陰で見るすっぴんはちょっともう耐えられないけど そう、耐えられないけど。みんなは何してんの今。あった、私目薬探してた。メイクはやらんです、今日は。なぜならばレッスンしかないから。メイクはしません。今日は一日すっぴんです。最近マジで肌やばい。最近肌がやばいっていうかクマがやばい。もう私さ、疲れるとさ、すぐさ、何、クマがめっちゃできんの。もうクマがすごくて、本当に疲れるとすぐクマができるし、もう長年のさ、すぐクマができるのに、それがね、もうず8年ぐらい続いてるから、もう色素沈着して取れなくなっちゃった。こうやってバタバタ忙しくなってくる時期は本当クマひどくて、ゾンビみたいなの。やばいのよマジで。メイクでさ隠れないの。いや、みんなすっぴんかわいいよ。みんなすっぴんかわいい。東京リベンジャーズ2エキストラ応募しちゃいました、だってマジ。そういえば通り部、名前を呼んでよ。会いに行くよ。これ終わったら次さ、あれ私何時に家出るんだっけ。ちょっと待って、ちょっと待ってね。あ、11時30。これ終わったらもう一回配信したらお家出るのか。 OK。 オッケー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 。グーグル、マジでくしゃみ出そう。あ、出ないけど。あー、分
くしゃみ出そう。あー、むずむずする、やばい。レッスンの練習しよう。いやダメでしょ、ネタバレやん、ネタバレやん、めっちゃ。怒られれば、私がそんなことしたら。無断は無理だ、怒られたくないもん。リオくんに会いたいな、とりあえずプリティーボーイに会いたいわ。今日のレッスンは長いですよ、長い。だって夜、あ、昼から夜までありますからね。そうそうそう、あれもね、2日3日ものねレッスンのね時間割とかもねちょっと変わったからさ、そう、なんか本当はもっと1日ぎゅうぎゅうパンパンだったんだけど、なんかちょっと変わったの。まあそれいろいろメンバー今休養してたりとかさするからね、スケジュールがいろいろちょっと変わっちゃって、だからね、あんちゃんね割とできるかも配信、ちょっと分からんけどね。当初の予定だとそんなできない予定だったんですけど、なんかもしかしたらもうちょっとできるかもしれない、ちょっと分かんないけどね、ははは。あのそう、まあ人によるけどね、そんなレッスンない人はそんなレッスンないし、イベントに出ない人はレッスン少ないし短いかも。あとイーストとウェストでね時間帯が違うからちょっと、メンバーと配信していただけると嬉しい。あ、メンバーとね配信ね、あどういう配信、コラボのこと、なんかここにメンバーがいる配信はね今ね、あのね私とも一人ぐらいじゃないとダメならしいよ、同じ空間に。でもなるべく避けましょうみたいな。そう、そうなんです。残念なことに、
しいね。でも仕方ない。それで元気なんだったらそれが一番じゃん。ね、なんかさ、最近お休みメール送るのマジで忘れてる。ごめん。ごめんよみんな、最近お休みメール、なんかもう夜さ、もういつもバタバタしてて、そう夜はさ、ずっとさ家事やってさ、ご飯作ってなんかそう洗い物してとかいろいろやってるとさ、そうやってパッて時計見たらさ、あやばあと10分で配信だみたいな、なのね、ずっと。だからさ、いつもさお休みメール忘れるのマジでごめんよみんな。こんにちはとかは送ってんだけどね、こんばんはとかはお休みやないのよ。お休みがない。午前中によくメール来るから差し支えましたって、ありがとう。あまあそうね、少なくても1日1通送ってくれるけど嬉しいよ。だってありがとう。まあ1日1通はマストで絶対に送ってます。はい、でもさ、めっちゃ怖いのがさ、タイムラグっていうのかな、あれが一番怖くない？なんかさ、お話し会の間がさ、もう10分15分ぐらい休憩あるんですけどね、その時にさメール書くじゃん、送るじゃん、絶対届くのさ、絶対届くのお話し会のさ最中なのよ。だからそういう時はね送れないの、時差があるから。なんかお間のお休みの時にこうやって書いてたとしても、届くのって絶対お話し会やってる時じゃない？ だからさ、それってさどうなんだろうって思う。送っていいものなのか、だって書いてんのは休憩の時じゃん。でも届くのがさ、いつ届くかがもう不明じゃないですか。すぐ届くのか、それこそ1時間後届くのか、いつ届くのかっていうのがさ不明すぎて、そう、そうなのね、いつ届くんだろうと思ってさ、そういう時ってさちょっと送れないよね。正直あれみたいになっちゃうもんね。
ねえ、ちょっとそのね、むずいよねタイミング。ねえ、めっちゃぼーっとしてるね。めっちゃぼーっとしてるわ。やばい。ぼーっとが止まらない。今日奈々さん活動再開だって。今ツイッターに今日から活動再開ですって。コロナ中は SNS がね、全部止まっちゃうからね。メールにしかり、ツイッター、インスタ、ヤヤゴーゴー、ね、同じね。うちもさ、コロナになった時にさ、私ね、コロナになった時って多分ね、なんかコロナになってしまいましたみたいな文出してないよね。出したっけ、ちょっとね、覚えてないんだけどさ、出したっけな。出してない気がするんだよな。そう、私多分ね、出してないんですよ。それにはね、ちゃんとした理由がありまして、出してないのではなくて出せなかったんですよね。なんでかって言ったら、私がコロナになったってすぐ私報告されたんですよ。その私が検査を受けてコロナになりましたってなったら、もうすぐ出たわけ。京天さんコロナになりました、活動が一切なくなりますっていうのがすぐ出たの、私だけ。そうで、すぐ出て、で本当はなんかみんなみたいに、あのなんか私コロナになってしまって、なんかすいませんみたいな、ちょっと SNS 一切できなくなりますみたいな感じの文を出したかったんだけど、それもダメって言われたの、スタッフさんに。そう、それを本当は出したいなって思って、いいですかって聞いたんですけど、ダメですって言われて出せなくて、だからもう何、公式のそのなりましたっていうやつだけで、なんか自分からそのなんか改めてファンの皆さんにみたいなコメントが出せなくて。そうなの、なんかすごい冷たいやつみたいにさなってんじゃん私ね。めっちゃ嫌だったそれが。
なんかエイトの一発目だったから、そうダメ、なんかスタッフさんも多分いろいろとなんかまだ模索中すぎて、多分なったはいってすぐ出したの、多分コロナになりましたっていうのも発表もすぐ出したし、その一切 SNS もダメですみたいな感じでやったんだけど、そうでも結局私がコロナになった次の日とかその次の日にコロナのメンバー出たんですよ。そうそう、だから多分あのね、そうレッスンでみんな集まってレッスンしてて、多分そこでもらったんですよ私も。でその時に何人かメンバー多分もらってて一緒に、で発症するタイミングってさ人にさよるじゃないですか。だけど私がたまたま一番最初に発症しちゃったから、すごい私がうつしたってすごい言われて、そうもらったタイミング絶対一緒なのに、そうで私がなった次の日とかその次の日にメンバーコロナ出たんだけど、なんかその発表はなかなかされなくて、多分私が次の日になったメンバーとかその次の日も多分4日後とか5日後にまとめて数人まとめて発表になったの、何々と何々と何々とコロナになりましたみたいな。そうその期間がすごく空いちゃったから、なんか余計にね私がうつしたみたいなすごいめっちゃ言われたんだけどね、あの時は。そうそうそう、私もあともう1日2日待ってくれたら他のメンバーと一緒に好評になれたのに、多分まあスタッフさんもさかかったってなって、うわやばいってなって多分出したんだけど、そしたら次の日もその次の日もメンバーがコロナになっちゃったから、あえみたいな、したら多分もうちょっと待てば多分メンバーまたコロナ出てくるなって思って、まあ、そしたら案の定出てきたんですけど、で多分まとめてね発信しちゃったんだけど、なんかファンの人の中でもメンバーの中でもなんか第一発目みたいな感じのすごい印象にね残ってる結局。そうだからもう若干コロナトラウマそうなんか私が過敏に気にするのはそれもあるちょっと しかもめっちゃ私気をつけてたから、その努力が無駄になったことがめちゃくちゃ辛かったね、行きたい映画だってさ、行きたい映画だって我慢したのに、お家だってだってさ、なんかさそのさ濃厚接触者の時さ何でもらいましたかって聞くじゃん、家とレッスン場しか行き来してません、なもどこにも行ってないのに。よしランキング読みます。13位キミナミさん、12位あーちゃん03組さん、11位タルタンさん、10位シンさん、9位ヒカリンハケクさん、8位ムトちゃん、7位ジェイカネコさん、6位サーマサさん、5位ツーちゃん、4位ワイマツさん、3位ハルタロウさん、2位マーニャンさん、そして今日の第1位はユミゴンさんです。はい、というわけで皆さん次は11時2分にお会いしましょう。それじゃあ